足首捻挫をしてしまってある程度治療終わったけどなんかふくらはぎが張りやすいとか他にも痛みがまだちょっとやっぱ出てるとかスポーツをしてて自分の思い通りに動けないっていう方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。今回のこのテーピングをしていただければそういった不安なのが全て取り払うことができて試合練習であったり思い通りのプレーもできるようになるかと思います。ぜひやってみてください。こんにちは、鍼灸整骨院青春です。スポーツマンの方なら一度は足首捻挫を経験した方も多いんじゃないかと思います。それで足首捻挫がある状態でですねプレーをすると何が起こるかというと、まあ痛いのはそもそもそうなんですけどふくらはぎがものすごく張りやすくなったりとか膝の痛みが出てきたりとか他にも踏ん張りが効かずにうまく自分の思い出のプレーができなくなったりとかそういった感じでいろんなことに波及してしまうようなことって結構経験あるんじゃないかと思います。でこれは足首の捻挫がですね治ってないのもそうなんですけど実はもう一つ大事な部分ができていないのでこういった症状が起こっている場合があります。なので今回お伝えするテーピングのやり方をするとそういった問題が解決され足も張りづらくなり痛みも取りやすくそしてさらに自分の思い通りのプレーができて試合で勝ったりとか練習でライバルに差をつけたりとかそういったこともできるようになるかと思いますのでぜひやってみてください。今回やっていくスポーツマン専用の、テーピング足首捻挫のテーピングのやり方なんですけどもこれは今回スポーツ科学っていうものの中から運動連鎖って言われるものを使ってテーピングに応用してやっていくような形でいきます。運動連鎖とは何ぞやって話をするんですけども例えば人間ですね肩をこうやって動かす上に上げるこういう動かし方をするだけでもいろんな関節使ってます。例えば鎖骨も使えますし肩甲骨も使うし肋骨の部分も使うし他にもいろんな首周りの筋肉とかたくさんの部分が連動して動くようになります。これは足とかも一緒で足首を捻挫するとそのせいでうまく走れなくなったりとか膝に力が入りづらくなったりとかそもそも、踏ん張りが効かなくなったり疲れやすくなったりとかいろんな症状が起こってしまいます。今回はこの足首捻挫のせいで起こってしまった運動連鎖ができない状態というのをテーピングを使ってサポートすることによって通常の状態に戻していこうというものです。ちょっと例え話をしてみます。例えば自転車、自転車がですね後輪が壊れたので新しいものにこう入れ替えてそのまま乗ったとします。その時って新品なので大丈夫なんですけども油とかそういうものが刺さってない状態だとやっぱり漕ぎにくかったり普通に漕ぐだけでも疲れたりとかやっぱりもう油が刺さってないせいで滑りが悪いせいでその部分が壊れやすくなったりとかそういうのがあると思います。足首の捻挫っていうのも、ね、大体こういうのと似ていて治ったとしてもやっぱ硬さが残ってたりとかズレがあったりとかそのせいでうまく連動して動けないっていう状態になっていることが結構多いです。自転車の場合は、ここにですねオイルとか、まあ、油みたいなのを刺してあげれば、綺麗に動くようになると思うんですけども足首の場合はテーピングを使ってそのオイルのような明かりをして運動連鎖が綺麗にできるようになっていきますのでそういった感じでやることによってスポーツの、今まで動けなかった分とかの他の症状とかも綺麗に取れていきますのでぜひ使ってみてください。それでは早速ですけど実践に移っていきます。まず用意してほしいのが、キネシオロジーテーピングを、用意してください。キネシオロジーテーピングっていうのは、伸縮性のあるテーピングですね。で裏にメモリがありますので5マスで1メモリっていう形になります。なので4メモリをまず2枚用意してくださいともう一つ6メモリを2枚用意してください。あと知っておくとちょっと得する、情報なんですけどこれですねよく見ていただけると角、落としてあると思います。丸みを帯びたようにこれ切ってあるんですよね。こうやってすることによって角が、剥がれにくくなるので実際に試合と練習通り使うときはちょっとやってみてください。ではまず1本目のやり方からいきます。1本目は最初に前頸骨筋っていうところに、貼っていきます。でまず、貼る場所ですけども足首のですねちょうどこの真ん中あたりのこのあたりのところにまずこういう形で貼ってあげてください。こうですね。そしてこの状態から一旦剥がして端っこだけを残した状態を作ります。この状態から足首をこういう感じで立ててあげてこのまままっすぐすねの真ん中のところにペタッと貼りましょう。こういう感じです。この状態からですねつま先を伸ばすような形にしてください。ここからこういう感じで伸ばしてください。そしてこの状態で貼ってあげてください。こういう感じですね。まずこれが1本目の巻き方になります。でこの巻き方をするだけで足首の運動連鎖っていうのがスムーズにいくようになります。足首のスムーズに連動ができるようになると、体の動きがかなり変わってきますので実際にちょっと見てみてください。これは分かりやすい変化を見せるためにあえて前屈をさせていただいてるんですけども、こ
これ実際一番効く効果っていうのは、捻挫がかばって起こる足首の張りがなくなったりとか、足首の安定性がものすごく高くなって捻挫をしにくくなったりとか、そういった効果の方がとても高いです。でさらに今から2本目3本目で巻いていくんですけど、さらに運動連鎖が綺麗に出るようになっていきますので、実際にやってみてください。2枚目も4面盛りを使います。内側の方に貼っていきます。内くるぶしのちょっと上のあたりのこの辺から貼ってあげて、この状態からですね、また端っこだけを残す状態にしてください。そしてこのテーピングがですね、これ以上伸びないよっていうのを100ぐらいにした時に、50ぐらいの力で牽引をかけながら内にこういう形で巻いていきます。こういう感じですね。そしてちょっと上の方で割ってあげてください。こういう感じです。これ大事なのはこの内向きに巻くっていうのを必ず設定してください。僕は今右足に巻いているので反時計回りで巻いてるんですけど、左足で巻くときは時計回りで巻くようにしてください。3本目は足首自体に巻いていきます。6メモリを2本使います。まずやり方は真ん中を落としてください。そしてこの状態からかかとの真ん中のところに貼ってあげます。こういう感じですね。そしてこの状態からですね、まず内の方を前の方にこういう形で貼ってあげましょう。こういう感じですね。そして反対の方は後ろの方に巻いてほしいです。こういう感じで後ろの方に行ってるのが分かると思います。4枚目も同じようにまた真ん中を落としてあげてかかとに貼ります。そしてこの時重要なのが、2枚目に巻く方はですね、今度最初は前の方に行ったんですけど、今度は後ろの方にこういう形で貼ってあげてください。こういう感じですね。反対側は前の方に持ってきます。こういう感じですね。これは足首に圧迫力を加えることによって運動連鎖をさらにしようとするような動きになります。はい、そして3本巻き終えたので実際にどれぐらい変わるかをまたちょっと見てみてください。という感じで分かりやすいのでこの前屈の可動域で見てますけども、こういった形で足首の部分がちゃんと正しい運動連鎖ができることによって全身の機能がきれいに上がっていきます。先ほども1本目巻いた時に伝えたように、これは一番大きい効果は捻挫がしにくくなることと、あともう一つふくらはぎが張りにくくなったりとか、そういった形で踏ん張りが効きやすくなったりとか、スポーツするでものすごく大事な踏ん張り力、ステップを踏んだりとか、いろいろあると思うんですけども、そういったものがとてもしやすくなりますので、ぜひこれ使ってみてください。またこのテーピングはですね、捻挫にしか効果がありません。例えば骨折脱臼してるとか肉離れとかそういったものには効きませんので、必ず病院で精密検査を通して捻挫ということがはっきり分かってからするようにしてみてください。ご質問等ありましたらコメント欄に書いていただければお答えしますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではここまで見ていただいてありがとうございました。